赤色戦線戦士同盟のロゴ赤色戦線戦士同盟はバイマル共和制時代のドイツ共産党が保有していた準軍事組織赤色戦線戦士同盟の旗現存する数少ない装備品の一つ1926年5月の赤色戦線会議の日の警察のハーゼンハイでの通行規制左端で兵に寄りかかっている者らが 赤色戦線隊員たち公式に設置されたのは1924年7月18日である。この前年に共産党は中部ドイツにおいて社民党左派が指導する州政府と統一戦線を組んで州政府に入り込みプロレタリア100人隊を結成してベルリン中央政府に対する暴力革命を起こそうとした。この計画自体は軍が 中部ドイツに出動して、ザクセン州政府とチューリンゲン州政府を解体したことで失敗に終わったが、1924年7月には、統一戦線の継続上で、中部ドイツにおいて赤色戦線選手同盟が結成された。先行する、準軍事組織、退役軍人による右翼的な鉄株ぶ団と、ドイツ社会民主党の国旗団に対抗するものだった。 また1923年の中部ドイツとハンブルクでの放棄の失敗で生じた党内の停滞ムードを一掃する意図もあった。最初の隊長となったのは後にドイツ共産党の党首となるエルンスト・テールマンである。ビリー・レオーがその参謀長を務めた。隊員数は1926年には11万8千人、1927年には12万人。 1928年には10万1000人だったという。隊員は軍事訓練とともにマルクス・レーニン主義の思想教育を施された。国家社会主義ドイツ労働者党の準軍事組織突撃隊と似た役割をドイツ共産党の中で果たした。すなわち共産党員の活動をボディーガードし、一方社民党やナチ党など、 敵対政党の集会を実力で妨害し、また街頭において敵対勢力と武力衝突していた。共産党員は入るモスクワと叫び、右手の握り拳を掲げる敬礼を行った。ナチス式敬礼との違いは掲げる手のひらを広げるか閉じるかだけだった。社民党と国旗団がそれぞれ政治部門、準軍事部門として比較的分離して、 活動していたのに対し、赤色戦線戦指導名は、完全に共産党の一部であって、党の戦略目標にのみ動員された。その点で言えば、ワイマール時代の各党の、準軍事組織の中でも最もナチ党の突撃隊に類似した存在だったといえる。赤色戦線と突撃隊はともに、反資本主義的な弱年層を人材源としたため、両組織の間には、 人材の行き来があった。国旗団のスローガンは、共和国防衛だったが、赤色戦線は、階級利害の用語がスローガンだった。そのため赤色戦線は、国旗団をブルジョアとみなし、時には、右翼以上に激しく国旗団を攻撃した。各党の、準軍事組織の中では、比較的恩恵だった、国旗団と違い、赤色戦線戦士同盟は、 積極的に性敵への暴力闘争を行った。突撃隊と比較しても、街頭闘争の戦術が硬直しており、殴り合いばかりに強じたため、突撃隊以上に当局から危険視されていた。そのため何度も禁止命令を受けた。しかし、1933年のナチ党政権誕生までは、非合法組織として活動を続けた。 1928年秋のコミンテルン第6回大会で、極左戦術が採択されると共産党は一層過激化し、赤色戦線戦士同盟による抗争事件が増加した。はじめ社民党の国旗団との抗争が多かったが、後には突撃隊や鉄兜団など、右派の準軍事組織との抗争に力を入れるようになった。バイマル共和制の関係とも激しい闘争を行い、 1929年5月1日の命令集会では警察と全面衝突して33人の死亡者を出す地の命令事件を起こした。赤色戦線戦士同盟は1925年から毎年精霊降臨祭に際して赤色精霊降臨祭集会と称してベルリンで更新を行った。この更新は 好評を博し、共産党の統制拡大に大きな力となっていた。帰還し、赤色戦線を発行していた。下部組織に、赤色海軍、赤色青年戦線、赤色婦人及び少女同盟などが存在した。ドイツの政党の警備部隊としては突撃隊に匹敵する規模の勢力であり、最盛期には突撃隊との抗争で双方に、 数百人の死傷者を出したとも伝えられる。しかし、ナチ党政権下で、共産党は、非合法化され、党員たちは経歴を抹消するために、関連資料などを処分してしまったために詳細は、現在も不詳な部分が多い。ナチ党政権樹立後、テールマンは逮捕、殺害され、レオはソ連へ亡命したが、大粛清の犠牲となった。 エルンスト・テールマンとビリー・レオドイツ共産党の全国会議の後の辞意更新。1927年6月ベルリン。制服や装備品類は地域や時代により非常に多くのバリエーションが存在する。例えば、ベルリン型と呼ばれる服は上着は両胸にポケットがあり前合わせはボタン止めであるが、ドレスデン型と呼ばれる服は上着のポケットは片胸だけで、 前合わせは、紐止めである。ズボンも、上着と同色の乗馬ズボンの場合もあれば、黒、または、濃紺のストレートズボンを着用している場合もあり、集合写真でも、個人ごとに、制服や帽子、ベルト、靴などが異なっている例は、珍しくない。ベルトも、握り拳のマークの、箱型バックルのサムブラウンベルトが正式なものであるが、当時の写真では、 バックルの形状や不側の有無など様々なものが混用されていたことが確認できる。腕章は赤字に黒の握り拳のマークというデザインであるが、これもマークが刺繍のものもあれば、プリントのものもあり、様々なバリエーションが存在していたことが確認できる。ただし、腕章は左下腕部に着用するのが規定であったようであり、当時の写真で確認できる限りでは、 例外はない。ありがとうございます。